こんにちは、しのです。本日はね、セブンイレブンでエヴァンゲリオンのね、一番くじがあって、それのね、A 賞の初号機フィギュア狙い、こっち狙いで引いてきたんで、まあその結果をね、今回お見せしようということで、まあこういう価格での実写を初めてです。皆さん、はじめまして、しのと申します。ちなみに自分はいつもはね、ポケモン実況とかよくやってるんで、よかったらね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。めっちゃどうでもいいと思うんだけど、この服ほら、ポケモン仕様なんだよね。ほら、かわいいでしょ、これ。ちょっとね、賞が低いところからどんどんね、お見せしていこうと思うんですけど、まずこれっすね、エヴァンゲリオンの、なんだこれ、G賞のタオルっすね、タオルを、4枚これもらってきましたね。わかるかな、これ、巻波マリちゃんのやつ2枚。ちなみに、今回買ってきたやつだから、その前からなんかちょくちょく買ってたりはしてたんですけど、それちょっと後から紹介しますわ。あと、この0号機っすね、0号機のタオル。これちょっとわかりにくいかな、開けりゃいいやろって話だけど、俺こういうの開けたくないんだよな、あんまり。0号機のタオル2枚。もうね、この2種類しか残ってなかったんですよね。なんで、まあこれ2枚ずつもらってきたので4枚。でね、こっちも結構いっぱい当たったんだよな。この相性のクリアファイル、これがいっぱい当たってるんですけど、これまず綾波さんね、黒波さんって言われてるやつね、黒波さんで、後ろにこれ透過してなんかこうカップリングみたいになってるけど、これ裏す、あ、そうこれシンジ君とカオルキュン、王道のねカップルがここに映ってたりするんだけど、この綾波さん可愛いよな、めちゃめちゃ好きこれ。でこっちが、四季波さんと巻波さんね、この波さんコンビが、これついてると。この四季波さん割と俺表情好きなんだけどね、巻波さんももちろん好きですよと。った感じで、でこれが、これもちょうどだから4セットだね。これがね、わかるかな、8号機、はい、これが8号機。これめっちゃかっこいいの、これマジで好きなんだよな、このなんていうの、墨で描いたみたいなさデザイン、これがめちゃめちゃ好きだったりするんですけど、なんか謎の反射があるせいでちょっと見えにくいよね。あ、この角度ならわかるかな。これが第18号機ね。第18号機ってここ考えてるけど、これが当たりましたと。で、これが2号機。この2号機のデザイン、これ一番好きだわ。これ超かっこいいよな、この2号機のデザイン。で、裏にマーク6が載っていると。これがちょっと邪魔だからね、あれだけど。まあ皆さんは多分もう買ってるだろうから、ここ見ていただきたいところではありますが。ちょっと画角変だけど許してね。で、これがね、相性じゃねえわ、E 賞の、この2号機さんですね。2号機さんの、このコアをキックしてるところ、これが当たりましたね。ちょっと、こういう、賞をもらいましたみたいな感じでこうやって掲げていくんだけど、これをもらいました。これ謎の反射があるせいで見えにくいよな。ごめんなけど、これ俺ほんとどうしようもできないんだけど。こうね、はい。これ超かっこいいな。これはいただけたのは非常に嬉しい。ちなみにさっき言ってた、これとは前にちょこちょこ買ってたやつ紹介していくと、この女性陣ですね。女性陣の、パイロット3人。四季波、アスカ、ラングレイさん。これ総流かな？いや、四季波だよね。これ四季波、アスカ、ラングレイさんだと思うんですけど、巻波さんと、で、綾波さんと。これね、綾波さんめっちゃ可愛いよな。別に俺ね、四季波さんか綾波さんどっちか選べって言われたらちょっと選べない民なんだけど、ちなみに自分、美里さん派なんで、そこの戦争にはぜひ巻き込まないでいただきたいところではあるんですけど。あとはこれね、これちょっとかぶっちゃってんだよね。これを俺以前にもらったの忘れてて、今日さ、だからさ、さっきの2号機のやつ、これもらってきちゃったからさ、ちょっとこれしくったなって感じなんだよな。別のさ、もらってないやつをもらってくるべきだったんだけど、これもらってるの忘れちゃってて、2号機かっけーっつってさ、同じやつ2つもらってきちゃったんだよな。どんどん横に重なってるけど、で、これよ。これ見て。超かっこいいでしょ。もう俺抱かれたいもんね、この人に。カオルくん。これガチでかっこいいよね。額縁に飾って、これ家宝にしようと思ってるんですけど、これがね、本当に嬉しい。まあ今までのとこだけでもう10個、11個ぐらい買ってるじゃないですか。けどさ、もう気づいた人いると思うんだけど、このノート、こういう、この手帳みたいなさ、このわかるメモ帳みたいなやつが当たってないの1個も、あれ H 賞でこれよりも、ランク低いのに、クリアファイルより1個上、タオルより1個下のランクなんだけど、こんだけ買ってんのに1個も当たってないの、俺手帳欲しかったんだけどなとか思いながら、はいはい、そんな雑魚賞いいですよと思ってる方、いますでしょう。さあ、じゃあ本題お見せしましょうか。ドゥルルルさあね、問題のね、A 賞当たったかどうかっていうところですよ。さあ、今回、A 賞、実は、チャッチャラーン、当たりました。見てこれ、超かっこいいでしょ。ちょっと待って。ほら、めちゃめちゃかっこいいでしょ、A 賞。なんか変なさ、あれで申し訳ないけど。ほら、見てくれ、みんな。俺ね、結構割かし、そのお金用意して、よっしゃー、がっつり引いたるぞ、つってさ、コンビニ行ったんだけど、なんか途中で当たってもさ、嫌だから、まあ、10個ずつぐらい買おうかなと思ってたんですよ。その都度買い足して、みたいな感じでやっていこうかなと思ってたら、その初回の10回で当たってくれたから、
当に良かったこいつ、もう嬉しい。俺毎日俺これを抱きかかえながら寝るもん。もうこうやって細かい数字言うと多分7個目ぐらいで出たと思うんですけど、開けていくかこれ。あ、箱の周り見たい人とかいるかな。もしかしたら箱の周り見たい人いるかもしんないから、こんな感じでこれ横裏こっち横、これ超かっこいい、マジでこれほんと嬉しい。当たったの、これ正面ね。ちょっと開けてる間に話すんだけど、ちなみにね、 BCD 賞のさ、綾波さん、四季並さん、牧並さんのこの3人のフィギュアはもうなかったんだよね、俺が買ったところだと。だからまあなんかちょっと探してさ、他のところで引いた方が良かったかもしんないけど、またここは気が向いたらね引きに行きますわ。綾波さんのねフィギュアがね、なんかこの可愛いんだよな。またこれが、これ開封せずにさ10年ぐらい持っとけばめちゃめちゃプレミアつくとか、そういうのないかな。よし行くぞ、初号機発進。初号機発進。ドゥーン、あー側が向けた。でかー、なにこれ。え、思ったよりでかいんだけど。え、超かっこいい。ちょっとさっさと開けるか。これ台座だけどさ、なんかでかすぎてさ、皿にできそうだよね、これね。見て、ほら。でかすぎ。これ、わかる？このでかさ。ちょっと待って、これ段ボールのさ、あれを、ちょっと待って。営業招致解除。じゃーん。見て、このさ、でかさ伝わる？これ、ほら。俺の手さ、割とさ、でかい方なの、これ。普通にさ、他の人よりかは多少でかいぐらいお手手してんだけど、それと比べてさ、ほら、この、ほら、ほら、わかる？このさ、でかさ。このでかさがわかる人いないから、どうやって大きさ表現しよう。これ、そこにあった単行本なんですけど、この単行本の大きさって大体どんくらいかみんなわかると思うんだけど、この単行本と比べると、もう、こんなん、ほら、見切れてる。いやもうさ、初号機とかさ、もう誰もが大好きじゃん。見て、この完成度とさ、このでかさ。いやもうこれ、興奮するでしょ、もう、かっこいい。よかった。買ってよかった、本当に。いや、これマジでかっこいい。もうだってさ、今にも動き出しそうな見た目してるよな、これ。いや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 、これはちょっとよかったわ。そしてほら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 、この、なんて言うんだっけ、これバッテリープラグだっけ。ここが刺さる場所もしっかりと表現されていて、でここからね、今回はこれもちろん開かないけど、エントリープラグをね、ここからね、ジャキーンつってね、挿入するわけですよ。ここが開いて。シンジ君。今は歩くことだけを考えるのよ。歩くことだけ。ジューン、歩いたわ。ぜー。いや見てよこの迫力よ、本当に最高だわ。もうこれ俺死ぬまで飾らせてもらうね。ちょっと俺が死んだらさ、誰かさ、これ一緒に墓に埋めてくれ、頼むわ。もう見上げてもイケメンだもんね、もうね、これね。はい、ということでね、本日はエヴァンゲリオンの一番くじの結果動画でございましたということで、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。じゃあな。